で、コットさん興味があれば即決。あ、そう。興味がなければ保留。僕もそうですよ。やりたいことはすぐ、すぐ行動みたいな。はい。興味があったら保留っていうか、まあ、やらないって話ですよ。うんと、でもやらなきゃいけなかったりはするからギリギリまで。じゃあもう先にやろうですよ。多分。あ、嫌なことは僕先にやりたいんですよ、ね。僕は多分、はい、嫌なことは後回しですよ。やりたいことからやっていく。なんで仕事でも、うん、なんかそのなんていうんだろう、デザイン会社に勤めてます。うん、で要は簡単な修正が何個かあって、これから取り組まなければならない新しいデザインの仕事がある。だったらもうこのなんか、先にやなんていうんだろう、簡単な直しを先にもやっときたいんですよ。もうあのジャッジっぽいですね。はい、J っぽい。もうこのすぐに取り組めば30分で終わる作業はもう先にパッてやる。僕はだから後からこの大物をちゃんと仕上げる。僕も興味のあるものからやってきますもん。あ、じゃあ修正作業は後回し。修正作業が後回しかどうかは置いといて、まあ、はいはい、そっちに興味が持てば修正作業を先に。なんでこっちの修正作業は例えば、あのスケジュールが結構余裕がある、うん、別に明日でもいい、うん、明日中に出せばいいよって言われてる、うんうん、けどもう僕はあの向こうに出すか出せないかは別にして、うん、もう済ましときたいんですね、うん、だから僕はこうとりあえず興味のあるものからやっていきたい。ああ、もうないないっていう感じ。やりたい仕事からやっていく。ない、僕はないです、はい、その修正作業が、はい、なんかこう仕上げてもう渡したいみたいな、はい、それがやりたくなることもある、はいはい、からそれを先にやることもあるし。あ、じゃないです、僕はもうで、そうじゃなきゃやりたいのがやって、であんまり乗り気じゃない仕事はこう後回しになっていって、はい、締め切りギリギリに送るみたいな。はい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 、あ、やべえそろそろやっとかなきゃって思ってやるみたいな。なあ、ないない、はい、っていうその辺ですかね、うん、はい、ISTJ はきっちり計画を組んでやりきる人が多いと。うん、やっぱ SJ エピメテウスですね、うん、麦ごはんさん、こんにちは、おはようございます。おはようございます。ライブ初見ですと。はい、ありがとうございます。 ありがとうございます、どっちでもいいなら後回しするのはよくわかると、うん、けど自分が P かどうかは微妙、うん、今のこの感じじゃないですかね。この感じっていうのは、この仕事後に僕はこう興味のあることからやっていくみたいな。だから興味のあることはどんどんやっていくじゃないですか、僕の場合、はい、はいはいはい、あれが欲しいと思ったらもうどんどん買うしみたいな。一旦僕は待てが入ってますけどね。、うん、はい、だから興味で決まるんですよね。でそれ以外のことはもう締め切りギリギリにやるみたいな。なるほど、うん、やらなきゃいけなくなった時にやる。あ、でコートさんやっぱり P だわと、うん、マリちゃん有資格者の人に、うん、私はテストでは P と出ましたが、うん、旅行するとなったらある程度計画を立てますが、うん、それって J っぽい気がと伝えたら、あ、 P でも計画立てる人はいますと、うんうん、でもいざ現地に行った時に現地の人から明日〇〇祭りがあるんですよ楽しいよと言われたら、うん、すんなり明日の計画を変更できますか、できるなら P ですと言われました。で僕そうだったら参加しますよ、うん、僕は楽しいですよって言われたら、僕もその辺のおおらかさはありますよ、うん、はい、うん、後悔はするかもしれないですけどね。参加した結果あっちだったねやっぱりは あるかもしれない。あ、でもこさんは修正作業の話は僕と一緒だと。あの先にもうこっちから片付けとかないと、うんうん、もやもやする。なんかこう見たくないものや、僕は蓋をしますもん。すっごいもう、 もうえ やっとけって、うん、なので、うん、例えばそのデザイナーとかに持っていくじゃないですか、うん、そうするとスケジュールが後だからやらないって言われると腹立つんですね、うん、あ、こんなん10分で終わるやんけって、うん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 、すいません。あ、二戸さん J といってもカチカチの、あ、カチカチの J ではない気がしてます、うん、はい、今日もしないといけない電話をまだしてない、電話嫌い、ねるねさん、あ、わかります。そういうのを先にこなしたいですね。もう昼ご飯、もう時間を決めるんです、大体そういう時僕は、うんうんうん、あのきっかりの時間ってあるじゃないですか、はい、11時半、はい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 、だったら11時半にする、うんうんうん、って決めて、うん、決めてやります。だから僕こう後回しですよ、できるだけ、できるだけで、もうここまではちょっとまずいなっていうところに、はい、もうモヤモヤするじゃないですか、はい、そうするともうしょうがない。なるほど、
カチカチの J って ESTJ や ISTJ、うん、ENTJ、INTJ、うん、なるほど、シンキング、シンキングの J、シンキングの J、あーなるほど、うん、硬そうですね、硬そう、もう論理でこれはここでやるべきみたいな、あとりあえずやるですよね、そうですね、とりあえずやるじゃなくてこれはここでやるべきみたいな感じっぽいですよね、なんか。なるほど、そんなわかんないじゃんとかもあだからそこは、ね、そこはカチカチの J じゃないみたいな、でカチカチの J の人はこれはここでやるべきでしょっていう決断、じゃあやりますけどってっていう、だとやっぱりこれはなんかこのちょっとわかりやすかったですね、わ、うんうん、かりやすい気がしてます、うん、はい、他のところではわかりやすい、はい、っていう N と S よりは、はい、そうですね、うん、っていうところで、うん、今日はこの MBTI の P と J の話をさせていただきました、はい、あでコウタさんはカチカチの P、はい、ダルンダルンの P ですね、ダルンダルンの P、 ダルンダルンの P かと、うん、っていうところで、うん、今回のお時間は、うん、この辺で、はい、また次回また MBTI を、うん、これから引き続き、はい、ちょっと継続的にありがとうございます、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 楽しかったです、ありがとうございました、チャンネル登録も何卒よろしくお願いします、ありがとうございました、ありがとうございました。